施設の新たな魅力を引き出すライドとして提案中のフィーモイベントパッケージですが、複数の施設で採用いただき、参加されたお客様に楽しんでいただいています。その中で、ライドの魅力をより高める AR ライドを望む声を多くいただきましたので、この度、松下幸之助歴史館で実証実験を行うことにしました。AR を活用したライドが施設の魅力をお客様にどのようにお届けできるのか、今回の実証実験を通じて確認してまいります。松下幸之助歴史館では、幸之助の歩んだ94年の道を幸之助の言葉とともに経営観、人生観に触れることができます。今回、PIMOと AR を組み合わせることで、より感覚的に理解しやすく、皆様に喜んでいただけるのではと思いました。PIMOは先頭の車両を人が運転します。2代目以降がその軌跡を正確に追従しながら、車両に搭載されたセンサーで周囲の情報を感知し、障害物との衝突を回避できる、誰もが安心して楽しく乗車いただけるロボティックモビリティです。今回の実証では、先頭車両のタブレット映像がミラーリングで2代目以降のタブレットに映し出されます。 PIMOが移動エリアを認識し、指定の移動エリアに到着したら音声や AR 映像を自動で再生します。また画面操作による AR 映像も再生可能であり、来場者のペースに合わせたライドが可能であります。松下幸之助は1894年、明治27年、11月27日。音声は先頭車両のタブレットから全ての所有者へイヤホン通じて送信されます。通話アプリによる搭乗者同士の双方向通話も可能です。また見やすさへ配慮したアプリ設計、誤動作へ配慮したアプリ設計を行っています。 AR 映像の作成にあたっては、当時の資料からラジオや建屋を 2D、3D モデルで再現しています。続いて、東京地方の天気予報を申し上げます。実際の風景と重ね合わせた作りになっているので、現実空間との親和性を保ちながら見学することができます。こちらは当時の松下電気器具製作所の外観2階部分を 3D モデルで再現し、展示物に合わせて表現しています。このように既存の設備に合わせた表現も可能です。AR に使う 2D、3D のコンテンツやアバターは、施設側ですでに保有している写真や 3D データを活用できます。ツアー最後に、松下幸之助のお見送りでございます。松下幸之助歴史館、ご堪能いただけましたでしょうか。本実証では、時代に合わせた服装のバーチャル来場者も一緒に登場し、賑やかな雰囲気を演出しています。館内では数々の歴代商品が皆様をお迎えしています。当時、日本人の憧れの高嶺の花としてテレビ、冷蔵庫、洗濯機、これを総称して三種の神器と呼ばれていました。テレビ、冷蔵庫、洗濯機が三種の神器に例えられ、これら3つを揃えることが日本の各家庭の憧れとなったのでした。ご紹介したPIMOの AR ライドはいかがでしたか？AR コンテンツの入れ替えを施設側で行える機能の開発も予定しています。PIMOによる AR ライドを活用し、皆様の施設の魅力を伝える新たなビジネスをスタートされてはいかがでしょうか。皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。Panasonic.